ポップライン、ポップライン、ポップラインのランニング魂、ポポポー、力。さあ、本日ご紹介するシューズはこちらになります。ズドン、ワークマンハイバウンスレインでございます。そう、防水シューズでございます。皆さん、僕といえば最初の1年くらいね、ワークマンさんにお世話になって、ジョグといえばもうハイバウンスをね履いてたんですけども、その防水シューズがね発売したということで、ワークマン2の僕からしたら紹介するべきじゃないかと思って紹介させていただいてます。さあ、こちらのシューズの方なんですが、まずお値段の方が税込み2900円、そしてカラーの方が、今僕が持ってるのはアクアカラー、ちょっとブルーがかった色なんですけど、アクアとブラックの2色展開になってます。で、シューズの重さの方がですね、約 260g。 特筆すべきは防水ってことなんですけども、こちらのね上のアッパー素材がイナレム素材っていうのを使ってて、まあこちらで防水仕様になってるっていうことなんですけども、なんと防水設計が5cm でございます。まさかの。普通ね、カメラとか、まあ、iPhone とかでね、防水何メートルっていうのを聞くんですけど、5cm でございます。なので、多分、およそ下手したらここら辺じゃないのかっていう話ですけど。あれですか、池とかにぼちゃーんって落ちちゃうと、ダメです。ダメですね。多分この辺でしたが、ソールからやや上くらいまでだったら、防水になるよ、みたいな。実際昨日ね、お風呂にちょっとつけたんですよ、こうやって。そしたら、まあ確かに、この辺だったら、全然入ってこなかったんで。まあまあまあ防水と言えるんじゃないかなと思います。あとね、ハイカットとローカットの間くらいのミッドカットなんですね。ハイカット、まあハイカットに近いのかな、この足首周りが。ここが実際素材の方がですね、ダンボールニット、わかります？ニットのダンボール素材みたいな素材になってるので、結構足首周りはね、ストレスなく履きやすい感じになってます。で、履いちゃえばフィット感もあるんで、密封してくれる感じの足首周りになってますね、うん。で、僕結構足の幅が広めなんですけど、そんな僕でも履いててもそんなストレスないんで、ちょっとやや一般の人からすると幅広めのシューズになってると思います。僕普段のメーカーで言うと大体 27.0 か 27.5 を履くんですけど、このサイズは、ワークマンのサイズは 26.5 を履いてるんで、まあ約1センチくらい小さめを買ってますね。なのでこちらのサイズ感はちょっと店頭に行って試すのが一番いいかなと思います。で、インナーのインソールですね、インソールは取り外しできないソールになってて、アウトソールの方がもうがっつり滑り止めがついてるんで、こちら走ってみてもね、実際そんなに滑らない、めちゃめちゃグリップ力がある感覚でしたね。なので雨の日とかで外で走る分には全然問題ないかと思います。で、実際ね、走ってみて感じた感想をね、ちょっと今からね述べていきたいと思うんですけど、多分初期のね動画から見てくれてる方だったら分かると思うんですけど、僕といえば最初の1年かな、1年くらいはもうずっとアスレハイバウンスで走ってたんですよ。ハイバウンスの愛用者だったんですけど、その履き心地とほぼ変わらない、接地感の感触、クッショニングの感覚とかほぼ一緒でございます。で、今ね D も横にいるんですけど、 D は普段から結構ハイバウンス履いてるんですよ。何足履いてます？ハイバウンス。もうかれこれ。もうかれこれ3代目ぐらいにはいってますか？3代目ハイバウンス。実際、はい、さっきちょっと履いてもらったんですけど、まあ、走ってはなくて履き心地だけね履いてもらったんですけど、どうですか？接地感とか。反発の感じはハイバウンスにすごい似てますね。うん、似てますよね、はい。ほぼハイバウンスですよね。はい、うん、なんでまあもうノーマルハイバウンスを今まで履いてきた方であれば違和感なく履けるんじゃないかなと。で、僕が一番ねびっくりしたのはなんですけど、結構周りのランナーさんたちでこの夏暑かったじゃないですか。それでも雨とか降ったら僕は嬉しい方なんですけど、雨を嫌がるランナーさんが多かったんですよ。その理由なんでだと思います？てるてる坊主を作らないといけないから。ベベー、そうと思ってねえだろうが。なぜかというと靴が濡れるかららしいんですよ。へー、僕その感覚なかったんですよね。靴が濡れるの嫌だみたいな。やっぱ暑い夏、雨降る、嬉しいだったんですよ、どっちかというと。
でも周りの人はなんか嫌がってて、なんでこんなに嫌がってんの、涼しくなるからいいのになと思うけど、やっぱ靴を濡れるのを極端に嫌がるランナーさん結構多くて、ああまあでも高級な靴履いてらっしゃるからかもしれないですね。まあね、あとやっぱその後匂っちゃったりするから、わざわざまた洗うのがめんどくさいとか、そういうのがあるかもしれないけど、だそういう方にはねもう持ってこい。実際税込み2900円ですから、めっちゃコスパもいいですし、まあ、雨の日だけの代用品としてはかなりレベルが高いシューズになってます。ミッドじゃないですか、うん、なんで高さが、ね、なんかスポッて履ける感じだけはちょっとないかもしれないですね、前回はね。そうそう、まあ、前のハイバウンスはめちゃめちゃ履きやすかったじゃないですか、もうね、はいはい、すぐスリッポンに近いような感じですけど、でも前回よりいいところを言うと、前回のハイバウンスは通気性がいいフライニット素材みたいな素材だったじゃないですか、はいはい、だから結構足動きませんでした。あー、まあ言われればそうかもしれない。でもこれマジで結構フィット感半端ないです。全然揺れない。だからランニングシューズとしてはこっちの方が、確かにこのミッドをねローにはしてほしいなと思うんですけど、このままローカットのシューズも出してくれないかなとは僕思ってます。意外とでもあれじゃないですか、ハイバウンス出た後に、うん、ドリブンソール、うん、オーバードライブって出たじゃないですか、うん、その過程でギュッとする風な方針になったかもしれないですね。そうだね、確かにフライニットじゃなくね、はい、ちょっとレーシングシューズに近いような、はい、そういう感じはしますね、うん、はい、だから素材としてはかなりアップデートされてて、まあトレイルランナーとかにもおすすめかなと思いますけどね。なんか自分の勝負シューズは今日履きたくない、レースだけしか履きたくない、まあでも練習で山行くときとかは全然、まああとトレッキングとかにも使えるよね、実際全然滑らないんで、かなり耐久性も高いシューズになってるんじゃないかなと思います。雨用って言えば一個前に似たやつ出ませんでした、ドームランナーでしたっけ、まあ、あれは走れないっすカッパみたいな素材なんですね。はい、そうです、そうです。だからまあ本当にあれは防水用に特化したようなシューズですけど、もうめちゃめちゃ水ぶっかけても大丈夫だよみたいな、やっぱ走れはしないんで、そう考えるとここはいいとこ取りですよね。濡れ、うん、その辺どうでした。濡れはね実際感じなかったけど、はい、実際そんな30キロとか走ってるわけじゃないんで、一発でそうなってくるとどうなるかは分かんないですね。やっぱそこは表裏一体なとこもあるんで、うん、合格点ぐらいはいってそう、うん、めっちゃ蒸れるとは感じなかったんで正直、ただ通気性めちゃめちゃいいとはも感じなかったです。なるほど、でもまあ気にならないってことはいいってことなんじゃないですか。実際ね、雨降った時に通気性良すぎたら結局突き抜けちゃうじゃないですか。いや、そうそうそうなんよ、はい、そこ表裏一体でしょ、やっぱ、はい、雨降ってねガンガン入ってきちゃったら意味ないんで、いいとこ取りなのかな。いいとこ取りだと思いますよ。でさっきも言ったけど、やっぱこのダンボールニット素材がやっぱね気持ちいいんで、かかとらへんも結構フィット感高くて、なんか包み込まれてる感じで水もなんか入ってきづらい感じの作りになってます。あとはやっぱ耐久性もハイバウンスと一緒くらいで、だいぶ多分一足で500キロくらいを余裕で持っちゃうくらいのシューズになってますね。ハイバウンス僕多分1000キロくらい走ったのかな、それでも全然アウトソールの方はね減らなかったんで、多分これも似たようなアウトソールなんで、そんくらい持つんじゃないかなと思います。雨の日にみんなで峠走行ったらみんなこれ入ったりするんじゃないですか。そうなってたら嬉しいですけどね。本当にでもシューズ汚したくないとかね、そういう人たちは絶対いいっすよね、はい、汚れも目立ちにくそうじゃないですかこの色だと。あともう一個も黒だし、それ気にしてそうですよね、うん、はい、やっぱ弾くんで、で実際こんなね弾く弾く言ってても本当かよと思ってる方もいると思うんで、せっかく今日ね D が近くにいるんで、ちょっといつもとは違う感じで実際水をぶっかけてみたいと思います。はい、ということで実際ね水をかけていきたいと思います。見よ、これが水深設計5センチの力。ほら、でもすごくない？初めてない？めちゃくちゃ。え、どうですか中は。まあ一応ね靴下この染みたら分かりやすい色の青いやつ履いてきてるんで、はいはいはい、脱いでからのお楽しみ。今んとこ染みてる感覚はないです。ただ多分この終端の間からに入れちゃうと、ここからは多分入ってきちゃうから、ここにはねかけないようにしてるんですけど。なるほど、多分水深5センチというのがそういうことだと思うんですよね。ここら辺までもっとジョボジョボ行きましょうよ。あ、結構行ってんね。行ってる行ってるよ。かなり行ってるよ。行ってるよ。これだって相当豪雨じゃない、こんだけかかるって。もうもうね、こんなんあんまないね。いいんじゃないですか。はい、ということで今とりあえずかけてみたんですけども、ちょっと乾かんうちにちょっと見せてくださいよ。嘘がないように。嘘がないようにね。じゃあ脱ぎますか、シューズを。はい、う
濡れてない。あ、ほんまに濡れてない。すごいね。濡れてないでしょ。え、中はどうすか。うん、中も濡れてないですね。来てない。来てない。ってことはね、こんくらいは耐えれるってことなんで、まあ十分じゃないですか。実際多分豪雨の中3時間4時間も居続けちゃうとちょっと入ってきちゃうかもしれないけど、うん、でもだいぶ耐えれるということなんで、まあ、豪雨は走るのやめましょう。皆さんやめましょう。やめときましょう。はい、ということでどうだったでしょうか皆さん。これが防水設計5センチの力でございます。実際ね、まあお値段の方も税込み2900円なんで、まあね、どうなんだろうって悩んだ方、一回ね、ワークマンの店頭に行ってみて、実際履いてみてください。僕はね、ハイバウンスの次に好きなシューズになりました。今までハイバウンス、ドリブンソール、オーバードライブと出てきて、これが4作目なんですけども、僕は2番目に位置します。もしこれがローカットになったならば、もしかしたら1位に繰り上がるかもしれません。そんなシューズでございます。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。この動画が良かったと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントどしどしよろしくお願いします。じゃあねー。ランナーは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 足早い。